はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、我が家の猫ちゃんたちがいつも爪研ぎをしているこのキャットタワーのですね、爪研ぎポールの縄がねゴロゴロで切れちゃってもう使えなくなったんで、このポールの縄をね新しいものを巻き替えたいと思います。まあキャットタワー自体がねだいぶ古いんですけども、今まで変えたことはありませんでした。初めてですね今回ね。最初ねどうするのかなっていうふうに、この縄がね使えなくなったらどうするのかなと思ってたんですけども、どうやらこの替えの縄が売っているってことがね分かったんで、あ、これでじゃあ補修ができるんだなっていうのはね、今回チャレンジしてみることにしました。まあ猫ちゃんたちのね非常にこうまあ爪を研ぐという行為は非常にこうストレス発散ですとか、ね、健康面でも非常に重要なアイテムになると思いますんでね、しっかり綺麗にね、補修をねしてあげていきたいなと思います。で今回使用するロープは麻縄ですね。この今ね少し残ってますけどもダメな部分だけね切り取りました。でまだねこの元々の縄残ってる部分はそれほど傷んでませんので、このまま使おうと思います。でダメな部分だけね取り外したところだけ新しい縄を巻いてねいきたいと思います。非常にこう麻縄はね浄化の作用もあって非常にいいかなと思いましてね、それではやっていきたいと思います。はい、はい、でこれねネットで買いました。これネットでねいろんな、いろんなサイズのね、サイズといいますか、太さですとか長さですとか、あと材質ですとかね、いろんなものが、出ておりまして、それに合わせてね、選ぶことができるということで、今回ね、購入したのはこれですね。麻縄の6ミリ、太さが6ミリですね。で、一巻き10メートル、のものを、で、今回これを2本ね、2本買いました。これからこれを使って補修していきます。はい、今巻き始まりました。はい、上側がね、巻き終わりました。まあまあの感じですね。
いいですね。これで猫ちゃんたちも喜んでくれるでしょう。はい。続いて残りのね、下のやっていきたいと思います。完成しました。なかなかの出来だと思います。まあ、朝縄ですからね、ちょっと色は違いますけども、もともとのものとね、ちょっと色は違いますけども、朝縄なのでね、非常に手触りもいいですし、爪のね、研ぎがいもあるんじゃないかなと予想しております。では、どなたかにね、試しに、爪を研いでいただきたいと思います。はい、みおちゃんさんがね、来てくれましたんで。はい。はい、なかなか、調子がいいようですね。はい。みおちゃんさんもね、来てくれましたんで。はい、いかがでしょうか。はい。なかなかいいそうです。はい。ということでね、非常に安価で、キャットタワーの爪研ぎがね、復元できたと、再生できたということで、もし猫ちゃん、いらっしゃるお宅で、キャットタワーの爪研ぎでね、お悩みの方は参考にしていただけたら幸いです。チャンネル登録とね、高評価の方も何卒よろしくお願いいたします。それではね、ありがとうございました。失礼します。はい。みおちゃんでした。それから、みやちゃんでした。はい、失礼します。